てる部分だと思うんですけど、やっぱりこう年齢とかね、こう例えば結婚してたりとかいろんな仕事上だったりとかすると人間のこうやっぱり性悪説っていうか差がだとは思うんですけど、やっぱりこう曇りがちになるんですね。どうしてもちゃんとしよう、こういう志を持って生きようって思うけど、やっぱり日々忙しさとかということで曇りがちになるんだけど、やっぱり常にこう素直であろうっていう頑張ってる人は素敵だなと思いますね。やっぱ素直さって一番大事なことなんですね。きっとこう人の目を見て話すとか、こうちょっと誰かに笑ってあげるとか、まあ、そういう素直な心を持ってる、持とうと頑張ってる人っていうのはすごく輝いていると思います。最初はテイラーで働いてて、まあ、その時の名前がずっと王ちゃんじゃなくてテイラーで働いてたんでエリザベス・テイラーってことでずっとエリザベスって言われてます。もっと恋愛あせばよかったって思った。意外と真面目に頑張っちゃったんで恋愛を、皆さんも今から遅くないんでそう、恋愛とした方がいいような気がします。卵さんとか大好きで喋られん初めて王子の恋人ができた時なんかこう、やっぱり私ってみたいなね。いいのこれね。ありがとうございます。嬉しいもの欲しいって言える人が生き残っていける。はい、9月の発表会、皆さんぜひ来てください。お待ちしております。加賀城会も皆さん来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。二の次やね。